おはようございます。えー、こんばんは。マサートです。えー、ノカトの編集でお送りしてます。えー、ニュースユンタク。えー、今日も、この、えー、近藤、イキセツさん、イキセツさん、また、間違えた、すみません。えっ、ー、と、新防衛研究チャンネルさん、ウクライナ選挙ですね。えー、今日はこの、えー、この YouTube で生放送かなあ、あるということで、え、注目するのが短かったですね。13分ぐらいで、え、日々のこの選挙ですね。えー、今日のお、サムネ、説明 この「シンボエ研究チャンネルさんウクライナ選挙、えー」この24年の4月16日、えー、今日は17日ですね、えー、このーセバストポリ セバストポリのログン司令部がまた一つ吹き飛ばされるということで説明のサムネ欄が上がっていました。日々この、ね、ウクライナ選挙を追っていくのは大変ですね。私もそれをちょっと拝聴してコメントさせていただいていますけど、この、ま、天気、また ーまあデイメイーメキも4月ですね、えー、これ時点のは4月の15日ですね、15日の実際、ウクライナでの戦況ですね、のをいろいろこの、えー、ウクライナ産業参謀本部のいろいろこの資料とか映像とかいろいろ編集 まとめて情報収集して、ちょっと大変ですね。私もにわかにににわかなにわかなものですけど、はい、先生が長いですね、この東北、旧の上から、このクパンスク、スバトマ、クレミンナ、そして、このセブルドノスクですね、占領前のこの ルハンスク州のこのウクライナの、えー、仮の首都があった、このセベロドネツク、そして、えー、リシャンシクですね。そのあたりに、えー セレブリンクの森があってこの23日前かね森が裸になって本当に悲惨な光景ということで近藤さんが言ってましたけどその、えー、ビルフォリカのこの高台ですねまだ頑張ってますねウクライナ軍まだ必修してますね必修必修してますね高台、えー、ビルフォリフカ本当に、えー、ロシアの激しい空爆を にもかかわらずまだ必死守,守り続けてますね。その後この下、えー、バックムットの間、先生が長いですね。なかなか、えー、この地名 <laughs>、えー、が難しくて、えー、きちんと発音できませんけど、バックムット。そして今度、バックムットが下がって、このワグナーに押して、このバックムット、えー、攻略です。そのののの下がったこの今のところこ今とろ チャ,シチャシュアルですかね。チャシュ,チャシュアルということで、えー、このウクライナもまたロシアもそ,のそこに、えー、戦力ですね、多くのこの人員、その、えー、そう兵器、まあ、人員を集めて、この攻略ですね、高台ということで、ロ、えー、シアとしてはその奥に、ウクライナの奥にくさびを打つことで逆に、この、から広がるということですけど、ウクライナにとってはそれはぜひとも避けたいということで、<laughs> えー 必死する構えで、セルシック、ススえー、そう,いう司令官も、まあ、結構そこに、えー、厚めに、えー、防御していますね。はい、えー、そういうこと、ちょっとコーヒーを。えー、そういう、えー、流れで、チャシ、チャッシ,ュチャッシュ種類で、チャシ、チャッシュアるですね。その後、えー、下がっていて、この、前線が、この、えー、バックムット、そしてこのア、アウディリーカが下がったこの、運河とか、その、 顔ですね、えー、そこをまた狭いところ、うん、まあ、地名かなあ、押したり押し返したりということで、えー、厳しいところですけど、このところに、このウクライナ軍は、この国家支援隊ですかね、第3突撃隊、一門厳しい前線で、このアゾホ隊隊ですね、よく、えー、バックムトでも映像、そしてこのオリヒューかな、オリヒューでもこの、えー 結構一番激しい戦線に投入されるこの士気、えー、の,の高いこのアゾフ全体この国家支援隊の第3突撃旅団ですね、えー、結構この、えー、兵士のヘルメットに関、えー、撮影のカメラがあって結構映像が流れてましたけどそこに頑張ってますねちょっと運河の狭いところが結構ウクラ、えー、ロ,ロシア軍が、まあ、押してきてるってことで押し返したり押したり からちょっとそういういアウディディカですね、えー、だいぶ下がったこの運河川高台にウクライナ軍はこのアウディディカが敷いた後このーと防衛ラインを引いてますねそういうこと流れから、えー、そのあとマリンカあたり、えー、まだまだ、えー、っと本当に <laughs> 下が回りませんねそういう先生長いですねマリンカ。 ベデ、ベデウダアラとかとか、それで、オ,、まあ、オリヒューですね。オリヒューそして、えー、この西,西側のこのヘルソンですね。ク,、えー、クリンキーのあたりで本当に、えー、戦線が長いですね。えー、この特に、えー、ロシアはこの東部ですね。えー、東部は本当に陸続きで、この、えー、平坦が補給が、まあ、しやすいということで、特に、でも南部はちょっとこのクリチオワシとか、その、えー、クリミア半島は、 補給が、まあ、厳しいということでそこはまたウクライナ軍も分かってますね狙ってますね、えー、今回もこのセバ,セバストリンのこの、えー、どっか部隊の司令部指揮所を叩いてますねそういうことでほとんどこのクリミア半島のこの部隊のこの孤立化、無力化ですね、えーまあ、国海艦隊をほとんど無力化してますのでこのクリミア半島を奪還ですねそういうことで。 え前回の反転攻勢はこのうまくいきませんでしたけど徳幕かな徳幕までいかんまで,ですアゾフ海まで以下もいけませんでしたしねそういうことで、えー、まあクリンキ、えー、京都方は頑張ってますけどまだまだ <laughs> え反撃に出る。う まあこでね、まだ防御ですね、えー、ウクライナ軍防御、本当に、えー、ロシアの,この特に核空爆弾ですね、途中低くして跳ねついて、そういうのが、えー、なかなかこのに対するには F16 があ、まあ、この優勢になれないけど、まあ、ある程度この、ロシアの,この核空爆弾、空爆を、まあ、制止するのに、えー、F16 ですね、いろいろとニュースが、デンマークが7月、8月、もう4月、 えー、ということで、えー、待たれますけど、デンマークまた、このノルウェーがまた移管するというニュースも昨日、えー、ジョネツカさんのチャンネルの方からいろいろとニュースが出ますけど、F16 ですね、えー、全部合わせてたら、数合わせたら100機ぐらいじゃないかと言われてますけど、えー、このまたロシアはこの今年でも兵器自家底をつくじゃないかと。 でアメリカの支援が、えー、なかなか決まらないこの状況に一気にこの火星ということで本当に、えー、トラックこの兵器装甲車が足りなくそういうのが見られますねトラックにこの鉄板をかぶせたそういう、うん、もう急,急ごしらのそういう部隊も見られるということで、えー、このロシアはこの 人数はいるけどこの兵器ですねウクライナ軍も弾薬はないですけどまあえー、数で、えー、押してきてなかなかこれも、えー、ウクライナ軍苦戦してますけど数で、えー、追い返してまた,、えー、ああた新しいこの、えー、が来るということでなかなか、えー、厳しい状況ですけど、えー、この西側の NATO のこの西側のこの支援があもう えー、徐々に来てますので、えー、これラ栄光あれですね、えーこ,のえー、この守りきって、えーまあえー、チャシ,ュチャシュワールはこの23日前かな昨日かな、えー、この、えー、5月9日かなこのソロシアの,この旧ソ連の,このナチスドイツに対する戦争です、ね、に勝利した。 時計まで、えー、奪還し,、えー、しなさいというそういう、えー、指令が出たみたいですけど、えー、また数で落ちてくることが予想されますねこの今までの流れからしてこのセブンドネツクまたバクムットそしてアウディディークこうして今度のチャシアールですね要所ですね、えー、まだまだこの、えー、注目ですねまだまだこのイスラエルのイランとのこの 幸福活性もまた予想されますけど、いろいろこのあ安全保障、ウクライナ、えー、情勢、いろいろと経済にも波及し,しますけど、えー、引き続き、えー なかなかあ落ち着いて、この、えー、近藤幸説さんのライブも配置したいと思いますけど、なかなか時間都合でと、そうはいきませんけど、えー、引き続き、えー、この、えー、近藤幸説さんから間違えないわけですけど、えー、お新防衛研究チャンネルさん、ウクライナ戦況を引き続き、えー、配置していきたいと思います。えー、まさとこの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいね、ボタンともよろしくお願いします。また政治を学びたいというお友達も募集してますので、よろしくお願いします。次回のニ数ス4択でお会いいたしましょう。えーまさ したしパシャラムシャラムシャラム。